ソニーは記録メディアに青紫色レーザー技術を採用したプロフェッショナルディスクシステム XDCAM シリーズの中でも2008年4月に発売を開始した422サンプリング対応の XDCAM HD422 シリーズとして XDCAM HD422 フィールドステーション PDW-HR1 を発売します。コンパクトな本体に旧型 LCD モニターを搭載し、素材の確認やクリップリストの作成が可能です。スピーカーも内蔵しており、フィールドステーションが1台あれば撮影現場でのモニタリングが可能です。こちらはこちら、ご覧の通り、取っ手等がついて、で電源もですね AC、DC バッテリー3電源に対応してますんで、まあ外に持ってって使う、形のものですね。で今回これの大きな目玉はですね、今まで XDCAM は、クリップリストデータというですね、プレイリスト編集をした上での、再生、編集というのはできたんですが、こちらに関してはそこをですね非常に今までのリニアライクに、使えるところが非常に大きな、特徴となっています。 BTR ライクなジョグ・シャトルを搭載しており、リニア感覚でイン点・アウト点を指定し、簡単に EDL ベースのカット編集が行えます。ただあくまでもこれは中の素材をいじっているわけではなくて、こういうバーチャルなタイムコードをベースにしたプレイリストを作って、それを元にした再生というのがこのような形でできるよという形です。フィールドステーション単体でのクリップリスト編集だけでなく、 XDCAM レコーダーや HDCAM レコーダーなどRS422 端子を備えた VTR をプレイヤーとして、フィールドステーションをレコーダーとしてのクリップリスト編集も可能です。デキンフォーニュース。